患者は生きようとしている。そう確信して医者は常に全力を尽くそうとする。その上で結果として死を迎えるのならば、それは仕方のないことだ。だが時として人は苦痛に負け、絶望に身を委ねてしまうことがある。待ちかねておりました。あなたのおかげで私もやっと救われる。ほんの少しお手伝いをするだけですよ。私はお礼の方は。ご心配なく、ご子息が昨日私の口座に振り込んでくださいました。ベートーベンはお好きですか？いいですか、いつものように音楽を聴きながら静かにお休みになる。ほんの少し深めの睡眠を。ただそれだけのことですから。ブラックジャック先生、ここの患者の主治医はあなたでしたか？ドクターキリコ、お前こんなところで何をしている？さあ、お互い闇のプロフェッショナル、聞きっこなしってことで。ああそうだ、あんたの患者だが、たった今自然死したよ。何？バカな、来週にはオペをすると約束したはずだ。申し訳ありません、ブラックジャック先生。父はもう疲れたと、もう十分生きたからと。
いたいた。ミシェル、本番10分前。そろそろセット入りといこう。監督のご機嫌がいいうちにね。やっぱり今一つ顔色が良くないね、ミシェルさん。ああ、どうも。芸能イブニングです。ロクスターだよ。わかるね、ミシェル。え？いい加減、つきまとうのはやめてくれ。彼女、どっか悪いんじゃないの？健康ですよ、いたって。本当かな？撮影中に何度か倒れたって聞いたよ。今回の役は彼女には荷が重すぎた。まあ、それで無理がたたった。お待たせしました。君は世界一真っ白で透明な存在だ。できるね、ミシェル。はい、監督、私やります、絶対。それにな、どうしても世間が納得してね、あのアレックスのような名監督が二流のポルノ女優を主役に抜擢するなんてさ。彼女の演技力は確かさ、世間が過小評価していただけだ。金か色仕掛けか、どっちだい。このゲス野郎。シーン85、ラストシーンだ。一気に行くぞ。よーい、スタート。過労と栄養失調症の兆候が見られます。静養が必要ですね。わかった、撮影を1週間延期するとしよう。そうしていただければ。リフレッシュしてラストシーンだ。もう一頑張りだよ、ミシェル。ありがとうございます、監督。きっといい作品になる。次回作も君で行きたいと思っているんだ。じゃあ失礼します、監督。あ、また。無理しすぎだよ。役作りといっても限度がある。少しは栄養を取らないと。立ってるのも辛いんだろ。おはよう、ミシェル。栄養たっぷりご機嫌な朝食をプレゼント。レストランカルチャーの特製、君のためにチーフに作らせたんだ。さあ元気出して、素敵な笑顔を見たいな。ミシェル、起きといて。ジャーマネのパトリックさんですよ、ミシェル。必ず連絡します。どうか探さないで、親愛なるパトリックへ、ミシェル。
お客様、お電話でございます。いつまで休暇してるわけ？帰りを待ってる私がいること完全に忘れてるのわけ？分かった、一人じゃないのね、誰かと一緒なのね。出しなさいよそいつ、私がそいつと直接話す。出せ、横にいる化粧の濃い女。ただいま留守にしております。またおかけ直しください。ああ、こら、切るな、切るな。どうした、急用なのか？ふんた、急用ってほどじゃないかもしれないけど、結構急いでる感じの依頼が入ったの。カオール、茶葉の村。おう、同じフランスだけど、中央産海部、ギャラは20万ドル、大して高くないけど。スイスでの診療を終え、アルルで休暇を過ごしていた私に新たな依頼が入った。私の休暇はいつもこうして中断される。今度は電話も通じない海の底にでも潜ってみよう。アルマン・ロシャスです。ブラックジャック先生、あなたが本当に来てくださったなんて夢のようです。こんな田舎の開業医ですが、私も医者の端くれとして先生のお名前はかねがね伺っておりました。おい、とっておきのワインをな。どうぞ。原因不明による拒食と伺っているが。ああ、とにかく本人に会ってやってください。かわいそうに20日間も飲み物以外は流動栄養物さえも受け付けないんです。美しい娘だったのに、なんとも気の毒で。私の姪でしてな、医者の私に助けを求めてきたんですが、どうもならんのです。普段の患者は牛や馬ばかりですので。すると名医はこう申しました。20万ドルはあるから、世界一の名医ブラックジャック先生にお願いしてと。お連れしたよミシェール。明かりをすぐにつけないで。ミシェール、明かりをつける前にブラックジャック先生にお願いがあるんです。私、実は今まで貯めたお金12万ドルしかありません。残りの8万ドルは今出ている映画のギャラなんです。ギャラは映画が完成しない限りもらえません。この私の病気が治らない限りラストシーンが撮れないんです。もし私がダメだったら12万ドルで許してもらえますか？ギャラは20万ドルだ。君は全快し、残りの8万ドルを支払う。いいね、君は全快することだけを考えてればいい。さあ、横になるんだ。診察を始めたい。私出たいんです、映画に出たいんです。女優に、ちゃんとした女優になりたいんです。患者はミシェール・ロシャス、32歳。ミシェル・プチという名で女優をしているそうだが、私は聞いたことがなかった。忘れられねえんだよお前のことが。オーケー、止めて。Bキャメラで撮った望遠のショット、あれを女のアップの後に繋いでくれ。はい、わかりました。女はな、罪深さに魅力がある。はい。監督、
正直に申し上げます。10日目だというのにまだ何の連絡もありません。あとワンシーンだっていうのにあいつ本当に何考えてんだか。今日会社と交渉してもあと1ヶ月の撮影延期を了承してもらったよ。監督、その間になんとかあの子を捕まえてくれ。どうしてそこまでミシェールのことを。おいおい、これも監督の仕事のうちだ。17の時にパリに出て女優を目指したんです。アルバイトしながら演劇アカデミーに入って懸命に勉強して、そしてやっと卒業。でも最初の仕事が写真集のヌードだった。お金に困ってたから引き受けてしまったんだけど、あれがいけなかったのかもしれない。次がポルノ映画、そしたら次もポルノ。食欲が減退したのはいつから。今度の出演がやっと決まって3キロ痩せようと思ったんです。役が私の年齢よりもだいぶ若かったので感じを出すために3キロ。昼食を抜くだけの軽いダイエットでした。ところが計画通りにダイエットが終わった頃からだんだん朝食が食べられなくなり、次に夕食が、そしてついに飲み物以外体が受け付けなくなってしまったんです。点滴によるホルモン剤と栄養補給、とりあえずは栄養失調症の進行を抑えなければならない。しかし栄養有益で補えるのは基礎代謝量のせいぜい 40%。 このままではいずれ患者は餓死する。眠りましたか。ええ、先生がいらしてくれたことでいくらか気持ちが安定したのでしょうな。拒食症状は精神的要因によるものと片付けられてしまう場合が多いが、実際には消化管の腫瘍によって起こる時もある。あるいは内分泌器官の障害によるホルモン系の異常。ああ、そうか。内分泌器官に障害をきたすと食欲や栄養の摂取機能に影響が出ます。なるほど。設備の整ったところで精密検査をしたいのですが、手配できますか。失礼だが、ここでは。いや、おっしゃる通りです。わかりました、お任せください。カティナ、カティナ、カティナ、どこにいるのよ。お葬式よ。あなたが親族、私が牧師さんよ。うん、願わくは私たちを捨て自らも死ぬべきものであることを覚えることができますように。そして兄弟姉妹と天の御国で再会できるものとなることができるよう備えさせてください。私ね、ミシェル、大人になったら何になると思って。わかんない。なんでよ、わかるはずよ。作家、サガンのような世界的な作家。私の才能をあなたも見てるでしょ。うん、そうね、何でも知ってるし。あなたはミシェル、あなたは何になるの。言いなさい。女優。女優よ。誰もが一目見ただけで恋をしてしまうような女優なんてちょっと内緒で思ってるだけ。綺麗になるわ、ミシェル。
あなた大人になったらもっと綺麗になるわ。もう少しゆっくり食堂から噴門部をよく見せて。了解。アルマン医師の後輩が医局長をしているという公立病院で精密検査を行った。幸運にも最新の設備が揃った検査室に10時間の空きがあった。その時間内であらゆるケースを考え、できるだけのデータを収集しなければならない。体力の消耗度を絶えずチェックしつつ、ハードな検査を強行した。患者はよく忍耐し、必要なだけの検査を全てクリアしてみせた。それはこの患者が生きようとしている確かな証だ。そこの窓閉めた方がいいんじゃないか。いいんです。とっても気持ちいい。おじさん、カティナのお墓に寄りたいわ。この国道じゃ行けないんだよ。遠回りしないとね。また今度にしようよ、ミシェール。カティナというのはミシェールの小さい時の友達なんです。ミシェールはアンジェという村で生まれ育ち、12の時両親が離婚していろいろあって、叔父の私が引き取ることになりました。カティナという娘は2つ年上で、ミシェールとよく遊んでくれていたそうです。私は女優、カティナは作家になるはずだった。私がこの娘を引き取って1年後、カティナは病死したそうです。病名は肺炎だったと聞いております。その夜のうちから検査データの分析を始めた。栄養失調症による基礎体力の低下はあらゆる合併症を生じる危険があるからだ。細菌による感染率の上昇、心肺機能の異常、敗血症の恐れもある。原因解明への猶予は一刻もない。消化関係に腫瘍の兆候は皆無。内分泌器官の障害も認められない。下垂体副腎皮質系の機能がやや低下はしているが、これが直接痩せに関係しているとは考えられない。薬物によって食欲不振が起こることはよくあるが、薬物経験等による痕跡は何も検出されていない。血液反応も全て陰性。大脳辺縁系の食欲中枢そのものの異常か。いや、 CT による脳の断層映像および脳波にも異常は発見できない。焼きたてのパンにマーマレード、あ、それにスクランブルエッグを添えて。ミシェル、やってみるわ。またブラックジャック先生やおじさんに迷惑かけてばかりいられないもの。
いらっしゃいませ。どうもどうも、主演女優のマネージャーと監督さんにいっぺんにお会いできるなんて光栄の極み。ガセネタだったら承知しないぞ。まあ完成間近のフィルムをオクラにしたくなかったら俺の話を聞きなって。行方をつかんだって本当なんだろうな。いいえね、1週間ほど前のこと、とある公立病院で精密検査を受けたそうですよ。ミシェール・プチでなく本名のミシェール・ロシャスでね。へへへへ、これ以上はいただくものをいただかないと。私だってそれなりの情報ルートを使うにはそれなりの経費ってもんがかかってまして。分かったよ。ねえ、カズマ、変なの、とても。見て、この私の大好きだった指輪たちを。みんな私の指にぴったり収まって美しかったのに。ほら、こうすると。ミシェル、どうしたね。会いたい、カティナに会いたい。ミシェル、会いたい。え、ミシェル、それどうしたんだね。多分生まれ育ったアンジェ村へ向かったんでしょうよ。牧師さんの車借りてきます。栄養失調症もいいところだ。これを食べて。手持ちのブドウ糖でとりあえずの栄養補給はしといたが、食った方がいい。あなた、お医者さん。昔はね、そんなこともあったかもしれない。だが今は
一年中風来坊だ。時々頼まれた時だけ仕事をする。ベートーベンかしら。私が作った。音楽家なんだ。音楽家か、そいつはいい。あの車、あれはもうダメだな。レッカーで引き上げても使い物にはならない。いい曲ね。さあ送るよ。かなりの重病人だからな。このまま死ねたらいい。そのエリテーマはどこかで見たことがありますよ。帰れ、私の診療の邪魔になる。お帰りですか。お邪魔しました。あのディナーをお礼がしたいんです。じゃあせめてお名前を。モーツァルト。ああ、まあいいじゃないですか。じゃあ、新たに生じたエリテーマは7箇所。衰弱の度合いもそれに正比例している。どこかで見たはずだ。どこかで。クソ。先生、食事の用意が。はあ、ありがとう。シャワーを浴びたいわ。医学博士アルマン・ロシャス、内科小児科専門医。面会謝絶？そりゃねえでしょう。パリからはるばるやってきたんだ。とにかく会わせてください。これからの彼女の女優としての命がかかっているんです。わしの名医は本当の命が危ないんだ。一つだけお尋ねしたい。行きますよ監督。もしやミシェールの体中に赤い斑点が出始めているのでは。やはりそうなんですね。どうしてそのことをご存知ですか監督。先にホテルに戻っていてくれ。あらら、妹のカティナも死ぬ前にこの斑点が体中にできたのです。アレックス・レイという名で映画監督をやっておりますが、本名はニコラス・アレコ。
カティナ・アレコの兄です。ミシェールは多分私がカティナの兄だとは知らないはずです。小学校から私はパリの寄宿舎へ行かされてましたから。でもミシェールの名前はよく知ってました。カティナから届く手紙にはミシェールのことしか書いてありませんでしたからね。今度の映画の主演女優はオーディションで選んだんですが驚きました。ミシェール・プチがあのミシェール・ロシャスであったと後で分かって。妹さんは肺炎で亡くなったのではないのですか？肺炎ということにしてもらったんですが、あまりに奇妙で哀れな死でしたから。何も食べられなくなり、枯れ木のように痩せ細り、最後は体中が赤い斑点で埋め尽くされて息を引き取りました。ミシェールに栄養失調症の疑いがあると聞いたとき、もしやと思い大変心配してました。18年前にも赤い斑点は、このエリテーマは存在した。ミシェールとカティナをつなぐ線はただ一つ、アンジェ村。血圧が少し下がってる。点滴中にアミノフィリンを加えて60を切るようなら追加してください。はい。ブラックジャック先生、夜明けまでには戻ります。これを見つけてきたんです。第一次大戦後に禁止された化学および細菌兵器のすべて。1921年、国際病理学協会発行。毒物のプロとしては思い出すのに手間取りました。なんせ記録が古すぎて。238ページです。細菌は変種のエキノコックスの体内でのみ生育し、この蜂虫を極めて毒性の高い兵器として完成させる。バカだ、彼女からはこんな寄生虫は検出されていない。もう一つ興味深い事実を進呈します。アンジェ村の近く、この辺りに軍の火薬庫跡がある。だが本当は火薬庫ではなかった。細菌兵器の永久廃棄場所として使われていた。どうですか、チェイスでも。いや、じゃあワインで。ちょっと遠くへ行くものでね。ああ、綺麗。いいな、私も行きたい。変なこと聞くけど、安楽死を請け負ってくれるプロのお医者さんがいるって本当？ある人から聞いたことがあるの。安楽死のプロはお金さえ払えばいつでもどこでも好きな時に静かな死を与えてくれるんだって。名前はドクター。
教えて、その人に連絡を取りたい。お金がかかるんじゃないですか。そっか、私もう一文無しになってたんだ。でしょ。じゃあダメだ。明らかにそこは村の子供たちの秘密の遊び場だった。そしてたくさんの小動物たちの死骸は、地下十数メートルに永久廃棄されたはずの細菌兵器が地上に這い上がり生き続けていたことを証明していた。カティナもミシェールもここで感染したはずだ。先生、あの今夜一度お休みになられた方が。は？あ、いえ。すいません、コーヒーをいただけますか。はい、すぐに。質問に答えられるかい、ミシェル。アンジュ村の火薬庫跡を知ってるね。もちろん。最近行ったことがある。ええ、今度の映画出演が決まって、そのことをカティナのお墓に報告して、その帰り行きました。懐かしくて。その時何か変わったことは？ないわ。ネズミに襲われて、でも足に軽い擦り傷ができたくらいで。ネズミに？ええ、確かだね。はい。ではこれより直ちに手術を行う。え？もう一度頑張ろう。ホテルを引き払ってすぐに来い。手術だ、ミシェールの手術が始まる。経前投法を行います。お願いします。結論は明らかだ。エキノコックスの変異種は彼女の大脳辺縁系の食欲中枢に寄生している。通常寄生虫が脳内に入り込むことはないが、多分そいつは脳血液関門を容易に通過できるように細菌兵器として開発されたのだ。そいつを発見摘出すれば全ては解決する。しかし問題がなかったわけじゃない。公立病院の最新機器で撮ったはずの脳の断層写真にはそいつの欠片さえ写っていなかったということだ。なぜ写っていなかったのか、随分と悩んだが、答えを出してくれたのはあのネズミの死骸だった。あのネズミの脳を開いてみて全ては解決したのだ。シルピウス裂くも膜を切開します。はい。メッツェンバーグ。メッツェンバーグ。よし、思考サブに到達。こ
絶対ここにいる。よし、これだ。いや、それは神経組織です。寄生虫ではない。擬態ですよ。寄生した相手とそっくりに自分の体型を変化させてしまうんです。だから断層写真でも全く見分けがつかなかった。ネズミの脳にも全く同じやつがいたんです。なんてこった、こんなのがこの世にいるなんて。心拍数は低レベルで安定。では縫合開始。縫合開始します。シエルプチは。なんだよ、さんざこきおろし記事書いてるくせに。商売は商売。ああいい、うん、いるな。ああ、あの二人やっと結ばれたんだ。失いかけた心に時は流れて、見上げた空は今日も静かに僕を包んだまま。だけど止まらない、胸は激しく揺れてる。たとえ傷ついても嘘は語れない。だけど涙は心に沈めたまま、確かな明日を見つめていた。こぼれてゆく指の隙間、永遠は果てしないままで。もう一度すぐに歩き出せるあの頃。